ロードトゥロジャーフェデラー、フェデラーを目指してエメロマサです。ちょっとね、この前久しぶりにジムに行ったら、ちょっと足をね、鍛えすぎていじめすぎちゃってね、両足今すっごい筋肉痛なんですよ。ただね、テニスがあるっていうことで、まあ、何かしらテーマを持ってやりたいなというふうに思ってまして、2004、5、6、まあ、7、ある、入るかな。私、その時のね、ロジャー、を目指す際にね、どうしても、ラケットヘッドが倒れちゃうんですよ。で、そのラケットヘッドを意識した、意識してやるというようなね、テーマ性で今回やろうかなというふうに思っておるんですけども、まずもって多分動けない。めっちゃくちゃ足痛くて動けないんじゃないかなというふうに思いますんで、その点はご了承いただきたいというふうに思います。はい、ということでやっていきたいというふうに思います。
よいしょ。